皆さんおはようございます。今日は12月5日の木曜日です。今から雪だるまを作りたいと思います。端材で作ります。でこの白いやつはもともと確かのパレットテーブルを作る時の天板にしようと思って塗装して結局使わなかったものなので、それに端材がねこの中にもいっぱいあるんですけど、これ花です。花、これパーゴラの時の端材なんですけど、これでねサンタさんを作りたいと。サンタちゃん、雪だるま、雪だるま作ります。頑張ります。サンタさんのこれでどれで作るの？あ、これお花にしよう。お花、今ちょっとお花をちっちゃくしてます。いけよすわき、いっせーのーで、よし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 。お花と帽子のつばまで端材が用意できたので、今から裏山に腕と頭の枝とあとボタンですね、ボタンを探しに行ってきます。行ってきます。うん、どんぐりの帽子と枝を取ってきました。ではちょっとペンキが足りなかったので塗ろうと思ったんですけど、スプレーでやっていきたいと思います。スプレーステンシルじゃ使ったことないけど、黒です。できるかな。おお、あ、塗れるのかなこれ。真っ黒に塗り終わりました。帽子です。では今からお花をオレンジに塗るので、このハイグレードの赤と黄色を使ってオレンジを作ります。はい、一緒に作ろう。いや、おー、やっちまったね。オレンジが作れたので塗りますか。じゃあつばき、このちっちゃいのにし、これとこれどうぞ、うん、これで塗り塗りするね。つばき、これどうぞ。あ、うん、いいよ、ちょんちょんしてな。いいよ、塗って。おー、いいね。ちょっとキャロットの色やね。いいや、もうその軍手汚れても。いいじゃん。いいじゃん、チューバキ。いいよ。今日はちょっと工事用の服じゃないんでね。ビニールしましたけど。いいよ、その軍手汚れても。あ。ちょっと水つけすぎたね。いいな、いいな、つばき。まあ、左手だけ好きよ。くるりんぱしようか。いいよ。はい、ここ塗って、ここ塗って。なんで最後こんな水入れちゃったんだろう、ショック。まあ、いっか。ね、お、上手やん、上手やん。はい、後ろ。うん、また、また。せっかく塗ったのに。うん？せっかく塗ったのに。うん、次は、はい、ここ。またよ。もう乾かしておくかな。水足さんかったよかった。出た？あとは、はい、ここ、ここ、うん、ちょんちょんして、ちょんちょん、うんうん、できた？いいやん。どう？ちばき、いい感じやな。これ乾かそうかな。できました、お花。イエーイ、いっぱい余っちゃったね。今、仮置きしています。ちょっとね、雪だるまっぽく、ちょっとオラフっぽく、ね、頭に枝もつけてるんですけど、手いるかな？あとはね、ちょっと目と口を描かないといけないので、ちょっと今から頑張ります。では、目を描く前に、ちょっと帽子とかをね、もうくっつけていきたいと思います。ここはビスにしときます。
この帽子のね、このつばの上のところは、あ、受圧やめてグルーガンでつけたいと思います。では目を描いていきます。目って一番あれですよね、可愛さが変わるから、一応下書きしたけどね、まあ。次は頭の飾りをつけよう。これがちょうどね、あのレース作った時に去年1年前のやつ余ったやつがあったんで、これをちょっとここにね、おは飾りたいと思います。ちょん切らないで。これではブルーガンでつけていきます。あ、いやいや、飛んでる飛んでる、危ないよ。キマキ映ってる？うん、それ熱くないからいいよ。うん、こっちはリンゴちゃんにしようね。リンゴちゃん、リンゴちゃんリンゴちゃん、ここは食べれません。リンゴちゃんかわいいね。ぎゅっぎゅっ、くっついてるよ。リンゴちゃんたちのちっちかわいい、おいしそう。リンゴ飴ママ大好きだもんね。はい、完成、完成です。お顔と帽子が完成しました。では口をちょんちょんで描いていきましょう。ちょん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 、ちょんちょん、ちょっと待ってや、これね、ちょん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 、ちょっと綺麗にしようか。右失敗したね。もが来た。はい、口のちょんちょんがちょっと大きくなったので、今一生懸命目を大きくしました。これで顔は完成です。ちょっとリボンがなくて、あのマフラーを作れなかったので、この家の中にで使っていたツリーのこのわさわさをマフラーにしたいと思います。一気にゴージャスになるけどね。これにしよう。半分切っちゃおうか。はい、よいしょ。この短さにして4分の1にしてと。で、でどうする、どうする。で、うん、あ、これでいいじゃん、ほらね、長い方がいいかな。こんな感じ？こんな感じ？あ、こんな感じでいいんじゃないの？じゃあこれネジネジしよう。危ない。え、かわいいんじゃん。ねえ、このまま普通にネジネジしたら多分終わりじゃない？ほらほら、ギュッギュッ、ほらできた。はや。ではさっき裏山で取ってきたどんぐりの帽子をグルーガンでつけていきます。どんぐり帽子、はい、大好きよ。もなんとか完成しました。ちょっと待って、頭いる？これ頭いるかな。これオラフはさ、頭あんねん、これ。こうやって手いる、手片方ずつつけた方がやっぱぽいかな。ちょっとやってみる。オッケー。ここ頭はもう後ろからビスで打ちました。で今からね、手は細いのでグルーガンでつけます。結局後ろも細ビスで打ち止めました。
雪だるま完成しました。多分3時間ぐらいでできたと思います。ちょっとね、飾る場所まだ決まってないんですけど、あのサンタさんにしたら、あのクリスマス終わったら取らなきゃいけないので、雪だるまだったら冬の間ねずっと飾れるかなと思って雪だるまにしました。ありがとうございます。お疲れ様です。